ヤーコプ・ウルマンは、ドイツ出身の現代音楽の作曲家。デビュー前は、様々な職を転々としながら、ヨルク・ヘルヘッドとフリードリヒ・ゴルトマンに支持。ジョン・ケイジの晩年の文通相手であり、ケイジの作品を、確定楽譜にしている。初期の作品など、の作風は、ポーランド学派のクシ,シュトフ・メエルからの直接な影響下にあったものの、ルイジノの後期のに浸水してからは、 ピアニシモの音色を一貫して使う作風へシフト。1988年と1991年のドナウエス信源音楽祭に招かれた。1980年代今つからバンデルバイザー楽派を先取りする試みを行っている。1993年に来日し、京都ドイツ文化センターにてレクチャーを行ったほか、日独現代音楽演奏会で、 弦楽史重奏のためのコンポジションとフルートソロのためのコンポジションが日本初演された。1995年にはピアノ独奏のための創造上の音第2番が徳岡の子によって日本初演されただけではなく、1998年にも彼女のリサイタルで再演された。ソロアルバムはウェルゴとエディション RZ から出され、 作品は主にブライトコップフーンとヘルテル出版社とアリアドネ出版社から過去の作品のいくつかが出版されている。2005年10月からスイスのバーゼル私立音楽院で音楽理論を教え、2008年以後は教授であるナウムブルクに住む。2011年8月はモスクワ音楽院に招待され、レクチャーと自作の披露が行われた。 エディション RZ から新譜が発売され続けている。ありがとうございます。